原です。今回はですね、 Zoom が、バージョンがですね、新バージョン 5.2 にアップグレードしましたということで、動画をお届けさせていただきます。はい、ということでですね、まあ、5.2 になったら何なのかということもですね、ちょっとあると思いますので、今回ですね、私もですね、まあ、情報としてですね、アップしている方がいらっしゃったので、ちょっとそれもですね、参考にさせていただきながら、私の解釈としてもですね、いろいろと進めていきたいなというふうに思います。で、今回のですね、まあ、グレードのアップグレードした内容としては、Zoom がですね、まあ、簡単に言うと、もっともっと使いやすくなったということです。で、結構やっぱ、Zoom の中で、バーチャル背景とか、すごくいいですし、やりやすいってこともあった中で、やっぱりどうしても例えばライブ配信だったりとかにちょっとあんまり優れてないというか、ちょっと機能がですね、めんどくさい、OBS っていうですねツール使わないとなんかうまくできないとか、なんかいろんな部分があったりとかしたので、まあ、Zoom のですねこの新しい機能を使っていくと、意外とですね背景がもっと楽にですね、使うことができるだったりとか、明るさ調整、 Zoom ってこの画面が結構暗いっていう印象が結構あるんですけれども、それを明るくするっていうこととかもできるんですね。なので、その方法をお伝えさせていただきます。ただ、この Zoom に関してですね、もう勝手にアップグレードするのかというと、実は勝手にグレードアップしないんですね、アップグレード。なので、アップグレードする方法を今回お伝えさせていただきますね。ということで、ちょっと今ここの画面のところにですね、Zoom のですね、この画面を入れております。で、ここの中でですね、まず最初に、通常であればこのミーティング始めるとか、あと設定とかっていうですね、ここのボタン使うこと多いんですけれども、今回そこじゃないです。で、今回ですね、その1個上の、ここのアイコンですね。ここにですね、ここをですね、ちょっとポチッと押します。はい。そうすると、ここの中で、ですね、何なのかというと、ここのアップデートを確認っていうボタンがあるんですよ。こう私もちょっと知らなかったんですけど、このアップデートを確認っていうところ、これを押します。はい。そうすると、こういうのが出てきてて、更新が可能、利用可能ですって出てくるんですよ。はい。別の図のページとかに行くとできる可能性もあるんですけど、多分このやり方が一番楽です。なので、ここで、5.2 にアップグレードできますぜっていうのがありますので、ここで、じゃ更新というボタンをここで押します。はい。じゃ更新ボタンを押しますね。はい。多分更新したらですね、一回また Zoom 再起動する必要もあるかもしれないんですけれども、ちょっとやっていきますね。で、ここでインストールがありますので、インストールっていうものを押します。はい。そうすると、今やっぱ消えましたね。で、続けるっていうところがあって、なんかこういうのがあるので、こういうふうにやって、インストールを始めていきます。で、今、ログイン情報が必要だったので、ログインして、ファイルの書き込みとかをやっております。Zoom ってですね、本当になんかプライベートでというか、まあ、ミーティングとかでよく使うこと多いんですけどね、結構やっぱり簡単でシンプルっていうのはいいんですけど、なかなかですね、このおしゃれさとかっていうのがなかなかなかったので、それが結構良くなりました。はい、完了したので閉じるということにします。そして今ですね、また今 Zoom っていうのが開きましたので、ログインしていきます。はい、そうするとですね、まあ、どうなったかということで、ちょっとここからもうこの私の顔なしでちょっといきますけれども、こういったふうにですね、まあ、見た目は変わってないです。はい、で、実際ここの中で、その後にですね、まあ、ミーティングっていうのがあるので、まあ、ミーティングを押していきますが、それ以外にですね、ちょっとズームの方また戻っていただいて、ここですね、ただですね、ここで設定がなかなかできないんですよ。はい。なので、実際にですね、このさっきの、よいしょ、この設定のこの画面をちょっと開いていただくことになります。はい。そうするとですね、こういうのが今出てきてるんですよ、こういうのが。はい。背景とフィルターとか、こういうのが実は出てきてですね、まあ、前からあったのもあったかもしれないんですけど、こういうのがあります。はい。ということでですね、まあ、ちょっといろいろとあるのでやっていくんですけれども、一つはですね、明るさ調整ができるようになってます。で、何なのかというと、こうですね、ビデオっていうところにやっていくとですね、マイビデオというところがあって、こういった部分で、こんな感じで低照明にするとか、なんかこういったものも出てきたりとかしてます。で、ビデオフィルターを採用すると、あるんですけれども、こういった部分でですね、明るさ調整っていうのができたりとかします。今、自動になってますけど、これ手動に変えることができるんですね。で、手動に変えると、こんな風に明るさが変わります。ね。こんな感じで。すごい美白になるな。もうこんな感じになるので。なので、通常結構暗いんですね。自動になってても。
なので明るくやっぱりちょっとした方が映りもいいので、ちょっと明るくこういった風にすることができるようになるということです。結構この明るさ違うだけで全然違うんで、ちょっとやってみてください。ちょっと見てこんな感じで明るいですね、結構ね。なので照明いらずというか、そんな感じでもなります。まあ、照明あった方がまあ綺麗なんですけどね、まあこういった風にすることができるよっていうことが1点になります。はい、じゃあですね、またちょっとも、いろいろとやっていこうと思いますけれど、まずは画面の明るさが変わったよっていうことが一つ。はい、そしてですね、あとは、機能として変わったところというと、この反応ですね、ここは増えたということです。今までこの1、2、この2個ですね、拍手とグッドしかなかったんですけど、ハートマークとかですね、このうひゃーっていう内容とか、おーとか、あとはクラッカー、いつ使うのかよくわからないですけど、こんな感じでですね、反応機能がちょっと増えたっていうことがあったりとかします。はい、で、この機能に関して、私のこの今使っているの MacBook Air のちょっと古いやつなんですけれども、古いやつでもこれできます。で、パソコンが古かったらですね、バーチャル背景をするときに、後ろがですね、グリーンじゃないとこれできなかったんですよ。はい、できないっていうか、綺麗に抜けなくてですね。でもですね、しっかりと今回抜けるようにもなりますので、ちょっとその抜けるというか、ちょっと別のやり方っていうのがあるので、今回お届けさせていただきます。で、そのやり方って何なのかというと、今回使っていくのが実はですね、パワーポイントです。で、パワーポイントの画面、例えば背景としてこういった風に、パワーポイントでですね、背景をこんな風に作っておくんですよ。それでこの画面をズームに入れることができるということらしいんですよね。なのでちょっとそれをやってみようかなというふうに思います。ということで、やっていく中で、ビデオのところで、今まではバーチャル背景だけだったんですけど、ビデオフィルターっていうものがあります。なのでこのビデオフィルターっていうのをやっていくと、はい、例えばこういう感じでなんかできるみたいですね。こんな感じでセピア系になったりとか、あとね、なんか例えばこんな感じで、ね、バーチャル、ちょっとこれバーチャルとは違いますけど、こういうフィルターもズームでできるようになったということですね。まあ、今マスクなんで、マスクとか猫ちゃんとか、ね、なんかあるみたいですけど、こんな感じでできるようになりました。はい、ちょっとどうなってるかというと、こんな感じになってます。はい、でもなんか面白いですよね、こういうのって。オンライン会議だけじゃなくて、オンラインで のなんか飲み会とかでやるときに、ズームって何もなかったんですけど、まあ、LINE 電話とかこういうのがあったんですよ。なので、ちょっとこんな感じでできるよってことになります。はい。で、先ほどのパワーポイントですね、画面の設定ができるっていうところをちょっとお伝えさせていただければと思うんですが、その時はですね、スライドショーを背景としていることができるようになりましたということなので、背景、バーチャル背景じゃないの、ここの部分は、どうすればいいのかな、自動でなっていくというか、ページの切り替えじゃなくて、中央のボタンとかでできるということで、画面共有とかできるのかな、ここでちょっとやって、こうですね、この詳細っていうのがあるので、ここを押します。それでバーチャル背景としてのスライドっていうのがあるので、これを押して画面共有を押すということです。はい。そうすると、どれを使うかっていうのが出てくるので、パワーポイントをこれ選択して、これを押すということですね。はい。そうすると、マイクロソフトは OK ですということでやってくるので、こんな感じにできるということです。で、あとはこんな感じで、あれですね。自分のこの画面をこういった風に真ん中にするとか、ずらすことができるんですよね、こんな感じで。はい。ということができるようになったということです。はい。これはですね、やっぱズームの中ではずっとなくて、やっぱ画期的なんですね、ここの部分は。なので、ここに例えば文字入れてる背景を作るとか、そういったものもできます。なので、まあ、ただですね、1個の中でいくと、パワーポイントしか確かできないっていうふうに書いてたので、ちょっとテストとして別のやつでもできるか確認してみましょうかですね。ちょっと私の方でも何かできないかなと思って、ちょっと私のプロフィールというか、ちょっと画面、ちょっと画像を使ってみましょうか。ちょっと共有停止っていうところですね。あ、おお、びっくりした。こんな風になってますけれども、画面共有というところで、バーチャル背景としての共有を使うと
で、画面の共有をして、先ほどの、これいけるのかな？あ、やっぱいけないですね。やっぱこの、バーチャル背景としてのスライドっていうものを使うときは、パワーポイントじゃないとダメだということが今分かりましたので、そこのところはですね、やっぱちょっと気をつけないといけないところだなと思います。はい。で、これ以外に、例えば変えたいなとかっていうときに、例えばどんなのができるのかな。ちょっとこんなんで一応入れときましょうか。そしたらどうなるのかな。ちょっと見てみましょうかね。で、リアルタイムでできるのかな。ちょっとやってみましょうか。よいしょ。こんな風にやると、あ、なりましたね。はい。ということは、こういった風になるということがあって、あとはリアルタイムでもまた変えれるのかな。ね、ちょっと見てみましょうか。よいしょ。はい。リアルタイムでは変えれないのかな。一回なってるとやっぱそれだけしかないので、うん。そうですね。1画面1回だけっていう感じですね。なので、変えたいときとかは、また一旦これ共有を停止して、そしてまた画面共有で、さっきの今のこの、なんか、グラデーションになってるものに変えるとか、はい。こういう風になるってことですね。はい。まあ、なので、今の言い方で言うと、まあ、本当にまた伝えたい内容とか出てきたら、新しく変えてもいいかもしれないですし、あとは、もう固定として、なんかもう使っていくっていうのもいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、おそらく対談の時もですね、こんなふうに画面共有、こういったふうにできるはずなので、ちょっとここの部分もですね、いろいろと試してみていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい。なんか面白いですね。Zoom の方も新しい機能がいろいろと出てきたりとかしてますので、まあ、いろいろと、まあ、何かライブ配信もそうですし、オンライン会議とか、そういうところとかでもですね、やっぱできたりとかしていきますので、楽しみかなというふうに思います。はい。あとですね、ちょっと私もまた別で確認してみようかなとちょっと思ったのが、これをしながら、パワーポイントも開けるのかとかっていうことをちょっと見てみたいなと思って、ちょっと見てみますね。この流れでちょっと見ちゃいますね。はい。よいしょ。ちょっとこういった風なものが前あったので、こういうものがあって、画面共有できるのかな？あ、これでベーシックを押して、こうですね。そうするとどうなるのか？よいしょ。あ、こういう風になってますね。はい。なので普通にここは、画面共有できるということか。ですね。あ、ただ、そうですね。背景は消えてますね。ここ、僕のやつここ消えてる感じがするな。はい。ということなので、まあ、バーチャル背景もやった上でも、こういった風にできるっていうことだったんで、まあ、ぜひともですね、ちょっとやってみると面白いんじゃないかなと思います。はい。ちょっとこのうさぎをですね、消すときとかも、ビデオフィルターをですね、ここちょっと選択してもらって、またなしにすると、消すこともできますので、まあ、ぜひともやってみていただければと思います。はい。ちょっとここバーチャル背景が少し入っちゃってますけどね。バーチャルが多分入ってるんだな。あ、これが入っちゃってますね。なしにするので。ちょっとここが今入ってたのでですね、今消してみました。ということでですね、ズームの機能、まあいろいろとありましたね。背景のバーチャル背景っていうか、パワーポイントで映してた背景をここに入れることができて、自分のこの画面を比率を変えたりとかもできるとか。あとは、ここの反応を変えることができるとか。あとは明るさ調整ですね。そういった部分もできたりとかしますので、ぜひとも試してみていただければと思います。今回私の方もですね、いろいろと試しながらちょっとやったので、ギクシャクしたところもあったかもしれないですけれども、何か結構リアルタイムで、わからないこととかも共有できたんじゃないかなと思います。ということで、今回の動画は以上となります。役に立ったよというふうに思っていただきましたら、グッドクリック。そして、まだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録をいただければと思います。オンライン化とか、オンラインでどういうふうに物を売っていくのか、そういった部分に関していろいろと私の方もお伝えしていきますので、よろしくお願いいたします。では、今回の動画は以上です。どうもありがとうございます。バイバイ。